今回はいつもの研究室を飛び出してここ尾道市の県立ビンゴ運動公園にやってきました。めちゃくちゃ自然いっぱいで、そうなんですよ、気持ちいいっす ね。訪れたのは尾道市にある県立ビンゴ運動公園。地元住民の遊び場や憩いの場として親しまれている。ただこの公園ある被害に悩まされているんです。何ですか？それがこちら、土が掘り返されて荒れ地のようになってしまっているんです。実はイノシシによる被害なんです。イノシシがそんなに掘るの？そうなんですよ。夜になるとたびたびイノシシが出没し、芝生や木々を荒らしていくのだという。そこで今回はイノシシ被害の救世主現る、このテーマでお伝えをしていきたいと思います。県民の皆さんにですね、いつでも快適にですね使っていただけるようにですね、新たなチャレンジを今始めているところです。そう語るのは県で公園の維持管理に取り組んでいる中川敦也さん。これまでも県では被害を減らすためにさまざまな対策を行ってきました。例えばイノシシが嫌がる匂いを出したり、音を発するものを置いたりしてきたんです。しかしどれもこれ効果が長続きしなかったんですね。最初は効果があるんですけども、やっぱりイノシシはやっぱり賢くてすぐに慣れてしまうんですよ。そこで県では企業や大学などからアイデアを募集して、最先端のデジタル技術を使った実験というのを始めたんです。その一つがですね、じゃじゃん、ドローン実験。ほう。赤外線カメラを搭載したドローンでイノシシを撮影して、どんな行動をしているか分析するというものなんです。その実験映像がこちら。夜の公園を走り回るイノシシの姿をドローンが捉えた。画面中央の赤い印がイノシシ。どういったルートを通っているのか映像から見て取れる。この映像すごい、警察24時のワンシーンですね。ヘリコプターから追いかけるような、イノシシがまあ急いでいるのかとか、ゆっくりしているのかとか、そういった様子もですね、伺うことができます。行動をですね、可視化することが狙いとなっています。さらにこの他にも、こちら自動撮影カメラと AI 技術を組み合わせた実験というのも進んでるんです。公園内に複数のカメラを設置し、イノシシの表情や仕草のデータを収集。これを AI で分析することで行動パターンなどを突き止めようという取り組みなのだ。今までですね、勘だったそのイノシシの行動をですね、見える化することによってですね、より効率的、効果的なですね、被害軽減の対策が可能になります。そういったもので、もうイノシシが来なくなるではなくて、まずはそのイノシシがどういう動きをするのかっていう把握するっていうことに使ってるってことですね。こうしたですね、デジタル技術をですね、確立することで県民の皆さんがですね、いつでも快適に利用していただけるよう努めていきます。そしてゆくゆくは公園だけではなく、イノシシ被害に悩まされているさまざまな場所でも活用できるようになるかもしれません。こうした技術が獣害被害の減少につながっていくことを期待したいと思います。